皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、2023年2月の危険日、大吉日、チェックの方していただけましたでしょうか？本日はですね、2月木の絵の虎の月の神ナンバーについてお話をさせていただきたいと思います。そして今日は、一生に一度は行っていただきたいおすすめのパワースポットを厳選してお話をさせていただきたいと思います。世界中のヒーラーさんが行くと言われているすごいパワースポットのお話でございます。ぜひとも最後までご覧ください。さあそれでは2月木の絵の虎月、八白土星中宮ということで、2月4日の土曜日午前の11時48分が立春ということでね、この日にちから新しい水の戸のうさぎの年が始まりますよ。そして3月の5日の日曜日まで、この1ヶ月間のお話でございます。神ナンバーというものは、九星気学をベースに毎月変わるこのお星間によって、九星別に皆様のお数字というところをお話しさせていただいてるんですが、コメント欄見させていただいたんですけれども、なんと神ナンバーのお数字のおみくじが出た。すごく嬉しいですね。おみくじのお話は何人かしていただいたんですけれども、それってすごい神ナンバーの見方だなと、私もちょっと意識してみようかなというふうに思って部分でございます。ぜひともね、この神ナンバーメモしていただいて、2月にその数字と出会った時には、なんか前兆なのかなと、ね、ポジティブな意味で捉えていただけるとありがたいです。ということで、神ナンバーについてお話ししていきたいと思います。まずは神ナンバー1番でございます。白く木星さんでございます。七夕的な金運の兆しもありますけれども、星回り上でも金運の兆しというのが強いんですよ。ビッグチャンスかもしれません。この1というお数字、ぜひとも大切にしてください。さあ神ナンバー2番でございます。三碧木星さんです。男と女、陰と陽、太陽と月、とってもバランスの良いお数字なんですね。悪い状態から変化できて、とても良い気の場になるという意味がございます。すごくいいエネルギーが降り注いでくるような1ヶ月なので、ぜひとも2番意識してみてください。さあ続いては神ナンバー3番でございます。六白金星さんです。新しいご縁を引き寄せてくる前触れのお数字とも言われております。発展の強い時期にもなっておりますので、この3番意識してみて、いい前触れだなぁと感じてみてください。さあ続いては神ナンバー4番でございます。九紫火星さんでございます。喜び事の数字、金運の象徴とも言われておりますけれども、4番を見ることによって四方からいいエネルギーを呼び込んでいきましょう。さあ続いては神ナンバー5番でございます。時刻土星さん、五黄土星さんでございます。マイナスのエネルギー、悪い状況からプラスの流れに一気に転じてくるお数字とも言われております。時刻さんは暗検察ですし、五黄さんは月破と言われる破れの月でもありますが、このお数字見た時には状況転換してきたなぁと感じられるチャンスかもしれません。ぜひとも意識してみてください。さあ続きまして、神ナンバー6番でございます。白く木星さん、対人関係とか上司とか先輩方からの引き合いがあるようなお数字でもございますので、皆様に頼ってみたりとかする月でもいいかもしれないですね。6番チャンスだと思ってください。さあ続きまして、神ナンバー7番でございます。三碧木星さんでございます。ラッキーセブン、幸運の訪れ、引き寄せというものがね、感じられるような7番、ぜひとも意識してみてください。さあ続きましては神ナンバー8番でございます。七赤金星さんと八白土星さんでございます。末広がりの8と言われていて、永遠に続く8番、絶好調の神ナンバーでもございます。8番ぜひとも意識してみてください。さあそして数字の王様と言われている神ナンバー9番でございます。一白水星さんでございます。ものすごい強いビッグチャンス、そういったお数字になってきます。ぜひともこの数字の王様意識してみてください。さあそして最後に神ナンバー0番でございます。時刻土星さんと五黄土星さんでございます。
1万円に0000入ってるように0番はたくさんいろんなところで見られるとは思いますけれども、この紙ナンバー意識して悪いものを跳ねのけて過ごしてみましょうということで、いかがでしたでしょうか。さあ、それではですね、皆さん、超運気アップパワースポット、もう一生に一度は必ず皆様に行ってほしい、世界中から注目をされている京都の最強パワースポットの一つ、宇宙のエネルギーがものすごいあると言われている天狗が住む霊山鞍馬寺でございます。皆さん行ったことありますか？私もね、何度か行かせていただいてるんですけれども、まあすごいですよ。まず入り口から入ってロープウェイ乗るんですけど、そこまでもって感じで、上まで登るのもへーへーへーで、その後奥の院行って木船の方まで下がっていく道のりは、鞍馬寺を一山越えるような感じなんですけれども、昨年鞍馬寺行かせていただいたんですけれども、夏だったんですよ。もちろん山の中なので、ものすごい暑い暑いっていう感じではなく、とても気持ちいい気が流れてるんですけど、途中から足がプルプルですよね。で、この鞍馬寺なんですけども、邪念とかネガティブなエネルギーだったりとか、トラウマっていうものを断ち切って邪気払いしてくれて、ポジティブなエネルギーというものをね、全部こう引き寄せてくれる。どうして世界中から注目されているかというところなんですけれども、鞍馬寺といえば有名なのは、牛若丸がこの山で天狗様と一緒に修行したということ、聞いたことある方いらっしゃいますか？その伝説が残ってるんですが、実はそれよりももっともっとはるかに昔、650万年前、サナートクマラさんという人ではないんですよね。地球に降り立った場所がなんとこの鞍馬寺らしいんです。その降り立った場所として有名なので、世界中のヒーラーの方たちがこぞって訪れる聖地と言われてるんですね。鞍馬寺のところにこのサナートクマラさん祀られてる場所が、先ほど言った奥の院、結構歩かなきゃダメなんですけど、魔王殿という場所があって、まあ素晴らしい神聖な場所でございます。必ずここには行ってもらいたいと思うんですけど、なぜか奥の院まで行かずに引き返してしまう方たちも多いんですよね。せっかくそこまで行ったのにもったいない。皆様に一生に一度は行ってほしいと思う場所は、奥の院の魔王殿なんですよね。牛若丸がこう修行した相手の天狗さん、実はこのサナートクマラさんだったんじゃないかとも言われてるんですよね。自分自身のパワーを高めたい方、サナートクマラさんのこの宇宙エネルギーみたいなもので開眼する人たちも多いらしいです。この鞍馬寺行った人じゃないときっとわからないとは思うんですけれども、皆様を鑑定するお仕事を長いことさせていただいている時に、パワーを自分の中にも養ってないと充電切れになっちゃったら困りますので、全国各地のねパワースポットに行って、たくさんエネルギーをチャージしてくることを常日頃やってるんですけれども、この鞍馬寺はチャージとして見たらものすごい大容量な気がしております。ただちゃんとしたスニーカー履いてってください。この鞍馬寺、素晴らしいパワーのある場所でございます。ぜひ皆さんも開運チャージしに行ってみてください。ということで、いかがでしたでしょうか？毎月ね、この紙ナンバーと一緒に皆様にね、全国各地の一生に一度は行っていただきたいパワースポットをご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。